はい、こんにちは。今回ですね、パーギアさんにカメラ用のストロボを送っていただいたんで、こちらを紹介していきます。今回紹介していくのはこちら、ゴドックスの V860 っていうストロボの新型ですねを紹介していきます。前のモデルは2型っていうものなんですけど、かなりねアップデート改善された箇所があるみたいなので、そのあたりを今回お伝えして、で僕は普段ここの環境でテーブルフォト撮ったり、あとメルカリとかそのあたりのね掲載するような写真を撮ってたりとか、このテーブルとかねでしているので、そのね写真をこのストロボを使った写真と、あと今ちょうどね日中なので光がある程度入ってくる状態なので、その日中のね光を使って撮っていこうかなと思っています。で後からね使っていく機材はこちらですね、ソニー α7C とレンズキット、ソニー α7C 用のレンズキットをね使って撮ってみたいなと思っております。はい、ということでとりあえずねこちらを開封して、どんなね内容のものが入っているのかをお伝えしていこうと思います。はい、それでは今回送っていただいたゴドックスのストロボをね開けていこうと思うんですけど、届いたものとしてはこのね本体と付属品としてこんな感じでね、ディフューザーとあとカラーフィルター、ストロボの発光部分につけるカラーフィルターっていうのがね一緒に届きました。ひょっとしたら間違いかもしれないんですけど、ちょっとこれがね2セット届いたんで、ひょっとしたら多分1セットだけだと思うんですけど、そんな感じとなっています。はい、では開封していきます。で入ってるものとしてちょっと簡単にね今開けてるんですけど、これですね、自分はストロボ何回か買ったことあるんですけど、初めてねバッテリータイプのストロボとなってます。こちらがねバッテリーの本体となってます。なのでバッテリー駆動なので、これをね充電するようになるんですけど、これが充電器となってます。かなりね小さいやつで、ここをスライドしてはめ込むっていうタイプのバッテリーの充電器となってます。でここがねタイプ C の充電器となっているので、付属のねこういう充電器で充電できるようになってます。やっぱりバッテリータイプの方がいいですよね。今まで電池タイプ使ってたんですけど、やっぱりね電池の交換とかもあるので、どうせだったらこういうバッテリータイプの方が便利がいいのかなと思います。はい、それではね本体を開けていきます。一応ね取扱説明書とかは入ってます。でこちらが本体となってます。本体はねまだ自分も開けてないので、でこれがテーブルの上とかにねこんな感じで置いておくホルダーとなってます。はいはい、こんな感じです。今回送っていただいたゴドックスのカメラ用ストロボとなってます。で今回ね新しくこれねストロボの可動域っていうのが増えたらしくて、通常だったらまあこれぐらいじゃないですか、まあ、これ相手側ね向く用の角度なんですけど、まあ、もちろんね真上も天井バウンスって言ってね天井光らせるために真上も行くんですけど、逆にこっちまで反対側の方面までこのね可動域が増えたっていうことらしいです。で後でまた説明しようと思うんですけど、例えばテーブルフォトを撮るときって真上からねカメラを持って真俯瞰でこんな感じで撮ると思うんですけど、その時にストロボの角度がこっち面ですね、あっち面に向いている時にどうしても天井からのバウンスがねできないんですよね。なのでこの角度、このねストロボの角度が上を向くことによって、上にねなるべく上から光が当たって拡散するっていう形になるので、これはね非常にいいポイントだなという感じです。はい、でここですね、今回のこのストロボの最大の特徴で一番いいなと思ったところなんですけど、ここにモデリングライトって言って、ここをね光らせることができるらしいんですよね。なのでちょっと一回入れてみようと思います。はい、バッテリーを入れてね電源を入れてみたので、ここのねモデリングライトをまずつけていこうと思います。今現在マニュアルモードに設定して、ここのねダイヤルの右側ですね、ここの右を押すとモデリングライトのオンオフっていう切り替えができるので、これでねモデリングライトの切り替えをすることができます。で明るさの調整なんですけど、今現在が10段階中マックスの12してます。これを回していくとこんな感じで
1から10までね、光量調整をすることができます。このモデリングライトがあると夜の撮影がすごい楽になるので、毎回ね、天井ライトをつけてピント合わせをして、でまた天井を消してストロボを光らせるっていうすごい手間だったと思うんですけど、そのあたりもね、モデリングライトを使うことによって、まあ、かなりね楽に撮影できるんじゃないかなと思います。はい。で、一応モードの切り替えとして、発光するときにだけこのモデリングライトをオフにするっていう設定と、発光するときにもこのモデリングライトをつけっぱにしておくって設定も切り替えれるみたいなので、そのあたりも安心して使えるのかなと思います。はい。で、あとの変更点として、このバッテリーですね、このバッテリーが小型化になったみたいです。アンペア数は上がったらしいんですけど、バッテリー自体は少し小型になったので、以前の2型を持っている方は共用としてはね、バッテリーは使えないみたいなんですけど、このバッテリーは 5DOCS の中でまた普及していくのかなと思うので、まあ、これに買い替えてこのバッテリーにしてもいいんじゃないかなとは思います。ただ2型とはね、共用はできないので、こんな感じになってます。はい。ということで、今からカメラにね、このストロボを取り付けて写真をね、撮っていこうと思います。はい。それでは 5DOCS のストロボの電源を入れていこうと思います。で、このストロボなんですけど、 M モードと TTL モードっていうのがあるみたいで、 TTL っていうのがカメラと連動してストロボ自体がね、光の光量を合わせてくれるっていうモードで、 M モードっていうのはマニュアルモードで、まあ、自分でね、明るさを調整するっていうモードとなってます。で、個人的にはね、 M の方が使いやすいんですけど、まあ、突発的なね、ある程度光の環境が変わったりとか、あとイベントとかね、そういった時には TTL すごい使いやすいのかなと思います。自分のね、家のこの室内で撮る環境に関しては M モードの方がね、使いやすいかなと思います。はい。一応ね、ここの左の側面のところ、ここですね、ここの側面のところに TTL と M のね、切り替えのレバーがついてます。上に持ち上げると TTL で、下側にスライドすると M モードとなってます。で、こちらソニー α7C なんですけど、今現在が M モード、マニュアルモードに設定をしてます。今からテーブルフォトでね、被写体を撮っていこうと思うんですけど、今現在がレンズキットを 50mm の焦点距離に合わせてます。 50mm の焦点距離の開放 F 値が F5.6 となってます。で、シャッタースピードなんですけど、このストロボとの同調速度っていうのがあって、 α7C の場合はちょっと低めで160分の1秒となってます。で、あとでストロボを M モードで撮っていこうと思うので、 ISO は100に固定をしております。で、絞りは F8 ぐらいで後で撮っていこうと思うので、 F8 で設定をしてみます。はい。一応ね、この設定で撮っていこうと思います。で、ストロボ自体の発光は明るさをね、切り替えれるんですけど、今回はマニュアルモードで撮っていこうと思うんですけど、こちらですね、 105mm とかこういう表示があるんですけど、レンズに合わせて設定するモードで、発光面をどこに向けてるかにもよるんですけど、発光面を被写体に向けてる場合にこれをね、変える方向になります。今回は天井に光を当ててバウンスコアで撮っていこうと思うので、特にそこまで気にする必要はないんですけど、 105mm ぐらいで撮ってみようかなと思います。ここまでね、自分は考えて撮らないので、だいたいこれぐらいに設定をしてます。はい。で、続いてこちらですね、ここが大事なんですけど、発光量を変えていきます。で、明るさがあんまりわからないときは、もう最大1回目を最大にとって、そこから調整をしていこうかなと思います。なので、最初は今先ほどの設定ですね、絞り F8 で160分の1秒で ISO100 という形で撮ってみて、で、こっちのストロボの光量は MAX で撮って、そこでこっちのストロボの光量を変えていこうと思います。多分明るすぎる可能性があるので、一旦この設定で撮っていこうと思います。はい。それでは 5DOCS の V8603 を使ってね、撮っていこうと思います。今回の被写体はこちらですね、フェイクグリーン、
観葉植物のねものを取っていこうと思います。で、先ほどもお伝えした通り50ミリの焦点距離の開放 F 値は 5.6 なんですけど、なるべくね被写界深度を稼ぐために F8 で取っていこうと思います。で、シャッタースピードは同調速度160分の1秒で撮っていきます。で、まず TTL っていうモードを使って撮っていこうと思います。カメラがね自動的に制御してくれるモードで、 ISO はねこの場合オートで撮っていこうと思います。で、続いて M モードに設定して光量をマックスの1分の1に設定をします。で、多分明るすぎると思うんですけど、一応一回撮ってみようと思います。で、 ISO はオートではなくて100に設定してみます。はい、こちらが光量マックスで撮った、天井のね天井に光を当てて撮った場合の明るさとなってます。続いてはこのねストロボ自体を直接被写体に向けるのは基本しないんですけど、一応これで撮ってみようと思います。で、続いては TTL で撮ってみます。で、カメラの設定の ISO をオートに戻してみます。ではこれでね撮ってみます。では最後ストロボなしで撮ってみようと思います。で、今現在の設定を先ほどと一緒で絞り F8 で、シャッタースピード160分の1秒で、 ISO をオートで撮りたいと思います。その時の設定が ISO が1600となってます。M で撮った場合、マニュアルモードで撮った場合とかだったら ISO は100で十分撮れたんですけど、ストロボがねない場合、天井にねバウンスとかもない場合だと ISO は1600まで上がるようになります。フルサイズカメラなので1600とか3000ぐらいだったら十分ねそのまま ISO だけで撮れるんですけど、光の質感、今現在ね窓から光が入ってるので、もともとね本来だったら綺麗な光が入ってるんですよね。で、なおかつカーテンも使ってるので綺麗な光っていうのは入ってるんですけど、まあ、これぐらいね ISO 感度が上がってしまうという感じです。はい、ということで今回ねこのゴドックスの V860 の3型のストロボを使ってね何枚か撮ってみたんですけど、どうだったでしょうか。やっぱりねストロボを使って綺麗な光っていうのを使うことで、こういうね自然光の入ってこない環境でも、夜間とかね夜の環境でも室内の環境でもね、こういう商品撮影をする時の光としてね綺麗な光っていうのを作れるのでいいのかなと思います。で、コマンダーっていうんですかね、このストロボに電波を送ってここの上に乗せずに他のところにね置いて撮るためのアイテムっていうのもあるので、まあねここに乗せて天井のバウンスじゃなくて他のところにね置いて撮るっていう使い方もできるストロボなので、それもねぜひ見てみてください。今回ねこの本体だけ送っていただいたので、今回本体のお話をさせていただきました。はい、ということで今回ねこちらゴドックスの V8603 の紹介でした。で、まあ、実際ね使ってみての感想なんですけど、特にね不満点というのはないんですけど、ここのねモデリングライト、これがねすごい使いやすくて本当にいいなと思いました。で、ここの発光面がね光るタイプがよくあるみたいなんですけど、発光面が光るタイプだと逆に自分からしたらね使いにくいんですよね。どうしても天井バウンスっていうのを使うとなると、やっぱり被写体に対して当たるんじゃなくて天井にモデリングライトが飛んで、そこから被写体に当たるとどうしても暗くなるので、まあ、こっちにね光があることで、こういう天井バウンス、今撮ったみたいにね天井に光を当てるっていう方法を使うときに、こっち側のモデリングライトがすごいね使いやすいのかなと思います。まあ実際にこれで仕事をねされる方であればこっちが光る方がいいのかなと思うんですけど、まあ、僕のね使用頻度使用範囲で言えばこっちに光る方が便利なのかなと思いました。はい、ということで今回はこちらゴドックスの V860 の3型をね紹介させていただきました。興味がある方はね質
下の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらから見てみてください。はい、ということでまた今後もね、こんな感じでストロボだったり、ビデオライトだったり、そういうね、カメラアイテムだったり、あとカメラ関係のね、お話もしていこうと思いますので、またよかったら下のね、チャンネル登録ボタン押してもらえると嬉しいです。はい、ということで今回は以上となります。では。